こんばんは、今日は新型コロナウイルス猛威を振るっている最中、新宿にねやってきました。何も今日来なくてもいいんじゃないかなとは思ったんですけれど、どうしても今日確認したいことがあるので、今からあるところへ向けて歩いております。今日は軽装備ということで、GoPro 持ってきて撮影しているんですけれど、いや久々に使ったんですけど、ものすごい手軽で簡単で便利だって、もっと汎用使うべきだったなと思います。ということで、今日の到着点はこちら、ヨドバシカメラ新宿西口本店です。やじゃん、場所は2階です。さすがにウイルス対策かためか、窓を開けて換気してますね。いや気のせいかお客さんも少ないです。太郎さんお忙しいところ、今日は簡単に GoPro を持ってきました。それ何ですか？あ、持ってた、あれ、あ、1型、あ、なるほど。いやこんなねえ、ウイルスのあれの最中、ねえ、波っていされたときに、今見てたのがこのレンズなんですよ。あ、うん、これ、うん、どう思われます？やっぱでかいですね。うん、でかいし 800g ぐらいなんですよね。だからこれをつけて XT4 振りますのか。最上位のレンズ、うん、一応赤バッチということですね。そうですね、まあ一応これだったら F2.8、 これでフィルターはつけられないんですか？つけられないんですよ。この辺の検査だと、あ、すごい。そう、それで中のね、汚れをなんか全部出してくれるんですって、これ。ああ、なるほど。一応個人防滴かな、防水になったのかな。一応ね、絞りがそこについてるのもいいなと思うし、買っちゃうんですよね、自分。僕、実使ってた時はよくオートにしてたつもりが、いつの間にかこの F22 になって、なんかめっちゃ暗いなと思ってた。あのパナはここのオートの後は絞り解放値ですよね。1.7 とかじゃない。ああ、そうですよね。逆なんですよ。そういうのもそうだったかな。どうだったかな、ですか。でダルイモンさんは1224のソニーの SEL 持ってたんですけど、なんでやめたんですかって聞いたら、やっぱこのレンズいつか傷つけそうだから。ただまあこれ格納してね、しまうことできるし、あ、ただしまうときは、撮ってるときにですよね。そういうことですよね。でもこれついてるから、まあなんか直接落としたら良くないと思いますけど、いいレンズっていうのはこの滑らかな、この、ただこっちのフォーカスリングはちょっと緩いですね。
これ自体に、うん、AF のあの切り替えはないんですよね。 AF あーない、これそうですね、ボタン系統はついてないんですよね、確かに。次は基本的にね、ボディ側なんで、あ、富士は全部そうでしたっけ。基本そうですね、せめてこれに ND フィルターが付けれたらって感じですよね。そうですね、唯一そうですね、これ H がさっき見たらなかったんですよね。 H は多分ビデオの方じゃないですか、コーナーとして。ああ、ビデオになってるのか。シネマカメラ扱いなんで、あれは S1H を触る太郎さん、夢のカメラですね、これは。シャッターボタンと大きさが同じくらいの録画ボタンがついていて、むしろ大きいよね。そうですね、ここら辺の作り込みが半端ないですよね、本当にしっかりしてる。あ、はい、ということで太郎さんと夜のハンバーグを食べに来ました。エルアミーゴ久しぶりです。よいしょ、来ました。カリン、はい、来ました。今で頼んだのは、あ、いけね、ちょうどこれです。これのビーフ 100% ハンバーグライスで注文しました。そして、大好きな、どうするのな、タコスです。タコス頼みました。タコス到着、作ります。ごちそうさま、完食です。美味しかったです。美味しかったです。いやー、こんな感じです。ええ、いや、じゃあお互い歩いて帰るということで、はい、お互い歩いて帰る、はい、すみません、寒い中ありがとうございました。また懲りずにお付き合いください。すみません、楽しかったです、本当助かりました、ありがとうございます。次見せてください。はい、また一緒に行きましょう、お願いします。じゃあお疲れ様でした。はい、ということで、太郎さんとハンバーグを食べて、今解散しましたけれど、今日はね、新宿ヨドバシまで、ご足労いただいて、XT4 の購入予定のカメラのレンズですね、レンズを検証していただいて、無事、洗濯が終わったということで、太郎さん感謝感謝です。ということで、今場所は大田区長原、ここからどのぐらいかな、約 4.5 キロですかね。深夜に飯を食べてしまったんで、ここから歩いて帰りたいと思います。はい、今日はねちょっと寒いですね、そして風もあります。ふう、というわけでね、今日は夜の散歩は新宿西口ヨドバシカメラへ行ってまいりました。今度ね、富士フィルムから出る新しいカメラのねレンズの選択ということで、太郎さんに、忙しい中ご足労いただいて、レンズの選択検証にご協力をいただきました。太郎さんありがとうございました。ということでね、自分がこう欲しかったレンズが、まあなんとか
これいいんじゃないということで、いけるんじゃないということで、やっと踏ん切りがついて、納得できたということで、初めてね買うレンズなんで、まあ若干不安があったということとの、あと ND フィルターというかね、フィルターがねこうつけられないタイプのレンズなんで、まあ、日中の撮影の時にねどうかなと思ったんですけど、まあ画角が広いね、レンズなんで、まあ今回はね、動画を撮ることを前提にしているんで、まあ極力画角が広い方がいいかなということで選んだらレンズなんですけれど、まあねいろいろこう非常にね悩んでたんですけれど、まあ実際、店舗で触ることができてね、でカメラに装着して見ることができたので、まあ自分なりに納得ができてよかったと思います。まもなく家に着くんですけれど、太郎さん本当に今日はお忙しい中ご足労いただきありがとうございました。またね、新しいカメラレンズ届きましたら、一緒に、動画撮り、遊んでいただければ光栄です。ということで間もなくお家に着きます。ここまで、ご覧いただきありがとうございました。また新しいカメラが来ましたらね、ぜひご紹介したいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。それではありがとうございました。ではでは。